グレート・ガッツビーを新たに、まあ、あの一斉劇場に、そしてこの井上君を中心とした、まあ、割とフレッシュかなと思うんですが、フレッシュじゃないですか。フレッシュね。というか、要するに、顔合わせとしては、割と新しいかなと、どうなんですか、井上君から見て、一緒に共演することが、田代君ぐらいですよね。だから、そういうところで、ちょっと新しい試みかなと思っております。打ち合わせではですね、一人一人のコメントは1、2分という話だったんですけど、今もこれ同じだけ喋らないといけないのかというすごいプレッシャーにも、初舞台から今まで何とか舞台を続けさせてもらって、今日に至るんですけども、今先生の話を聞いてて、まあ、いろんな作品出させていただいたんですけど、まあ、その経験があったのはこのギャッツビーのためだったんだと言えるように、もしくは皆さんが思っていただけるように、この作品したいなと今改めて隣で思っておりました。キャラウェイ役を演じられます田代真由さんに伺います。田代さん、よろしくお願いします。2級まだね、ちょっと練習が足りてないですが、ニック・キャラウェイ役を演じさせていただきます。田代真由です。最初見たのが久木先生の初演の映像だったと思うんですけど、とにかく森木明さんの背中でけえなっていう、あれ自前かな、そんな数じゃないんですけど、パッドだとは思うんですけど、パッドにしてもパッドかというぐらいな、でもそのパッド関係ない、これそのにじみ出る、まあもちろん中身が女性だっていうのは知ってみたんですけど、それもなんだろう、なんか背中でなんか語るみたいな印象がすごく強くて、それが出せる、まあ、女性でね、っていう、でもだからこそ女性だからこそ出せるところもあるかもしれないですし、なんかその背中の印象がすごく強いです。僕が演じるトムっていう役は本当に傲慢で、ふてぶてしいというか、また公職というのか、本当に嫌なやつな、印象があるので、僕自身がすごく真面目ですごくいい人なのでなかなか共通点は見つからないんですけど、そういう男ごめん、突っ込んだ方が良かったですごめん、本当に先輩お願いします。いやいや、そういうムードが分かんなかったからね、はい、すごい日給とか言うしさ、そうですね、そろそろ突っ込んだ、なんかただのいい人で終わるみたいで、自分を肯定して終わるって、俺そうなってた。ありがとうございます。そんなことないよ、よかった。